旅立つ者たち。どうも皆さん、こんにちは、ケインです。今日はですね、プレイステーション版等身伝をプレイしていきたいと思います。なんか流れてるけど飛ばします。等身大部会。あれ、じゃあちょっとオプションから見ていきましょう。レベルノーマルだけど、もし全然ダメだったようだ、ダメなようであれば難易度下げてきます。まずちょっとノーマルでやっていきます。っていうか、何せやるのは相当久しぶりな感じやんね。あれですけども、なるほど、弱スラッシュ強スラッシュ弱キック強キック、お決まりの配置に LR が R1 がスペシャル 1R2 がスペシャル 2L1 と L2 が何かあると。ちょっとやってみると分かんないですね、これは。ではプレイしていきましょう。あれ、スタート。ああ、よっしゃ。ああ、キャラクター設定ですね。まあじゃあ普通にエイジさん使っていきましょう。始めました。コマンドは波動拳、勝負流拳、空中パスタ、オッケーで、あーなるほど、これ L の1、L2 がいあの あ、キャンセルかかりますね。場外落ちたらどうだろう。オープン。よし、攻撃しましょう。おー、なんか置き換えた。おー、すげー減るね。強切りはキャンセルかかんないといいか。L1、R1 ってボタン1個で必殺ができるだけかな、ひょっとして。あ、そうですね、あのいちいち自分でコマンド打つの。おー、蹴りずいぶん判定広いですね。そんなのこのゲームの基本なのかな。でもあんまり使われる。はい、ね、なんだろう今の。残り1発ですね。技のあれは結構甘いですね。ちょっと他に技ないのかな。いっちゃがり。ちょっと見ていきましょう。あー、斜め下キックでスライディングっぽいのがありそう。なるほど。強強でつながる。あ、これ強強強で、あれコンボかい。あ、違う、強強前とかかな、今の強強さなんか知らんけど。なるほど。等身伝はですね、もうすぐ出るプレイステーションミニかな。もうすぐ違う、この動画出すくらいでも出てるかもしれないですけども、似たようなキャラしないと。
もう来た。うわ、ヒルタン。あのプレステーションミニのラインナップに入ってるんですよ、これ。お、ランゴなもんだから、せっかくこっち入れて早くにやろうって予定してたのが、これまずいっすよね。これも繋がる。ありがしゃれですよね。コンボあんまりですね、したら。あ、強いな、これ、登り。いやーと思いましてね、この間100円で買ってきたんですけど。あ、こいつえぐいな、出るが早い。あれですね、コロッと回転するのうまく使えば結構かわせますね。いっちゃがり。モンド。バウワンファイト。もう来た。ダッシュあるな。お、いいコンボですね。負けてるし。今んとこ適当な感じのプレーでなんとかなってますね。強飛翔山。いっちゃがり。プレイステーションで最初にタイミングで出たゲームの一つでしたよね、確か。友達が持ってて、ちょっと一緒にやってた記憶があるんですよね。私自身はそのじっくりやってないけど。投げられてる。なんかわけがない、膝蹴り出すとか。へい。いっちゃがり。バウトゥファイト。ビッグダムシャオ。なんだこれ。サザンクロス。ちょっと最後食らいすぎたな感はありますけど、なんとかなりましたね。
いっちゃがり。ソフィア。バウワン、ファイト。ラブンスライド。サンダー。リクルド。オーレブレンカウント。リクルド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 。サンダー。リクルド。サンダー。リクルドサンダーリング結構このお姉ちゃんはスピードがありますね。いっちゃがり。うちだからやっぱりテンポがいい感じですね。ファイト。サンダーリクルドサンダーリングサンダーリングリクルド。リクルド。リクルド。なんか、まあ、ガードキャンセルみたいなのやってきたな。サンダーリン。リクルド。リクルド。ショーダン。サンダーリン。ショーダン。リクルド。リクルド。今やってて思ったのは、あの相手の近く行ってコロッとでんぐり返しして、あの相手大技出すじゃないですか。その時に R2 ボタンを押したあの飛翔山で結構ダメージ出るんですよ。リクード飛翔山。リクード。リクード。リクード。はい、近い。そうだ。おお、面白い技。あ、覚えてる、この大きい技。リクルド。ちょっと強いっすね。そうだ。あれもね。そうだ。リクルド召喚。ああ、まで来た。ちょっとダメですね。召喚。あ、わかんねえかこれ。リクルド召喚。ドンパッパー。ドンパッパー。ちょっと強くなりましたね敵。このちっちゃいもスピードあるわ。ガード間に合うんだ。まずいな。いや軽くなった。強いですね。コンティニューしてみましょう。